はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。レオジンと申します。ニードフォースピード、これ楽しいですね。車好きの僕からしたら、すごく楽しく遊べるゲームですね。今目の前に映っている車がですね、僕の大好きな車、ホンダ S2000 ですね。どういった車ですかね。ちょっとだけ見ていきましょうか。まあ、こんな感じですね。ナンバープレートにレオジンという名前が刻まれております。まあ、ちょっとね、デカールとかはあんまり貼ってないんですけども、まあ、こんな感じですかね。ですね、今回はですね、最後のイベントバトルなのかな。ですね、こちらなんですけども、ドリームチーム、ハードですね。こちらのやつをやっていきたいと思います。現在の目標をね、カリスマ全員とバトルして勝利する。結構長いゲームっていうか、結構長いコースなんでね、まあ、ちょうどいいかなと思います。あんまり喋れないかもしれませんけども、こちらを初見でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、そうですね、初見ですね。まあ、なんかチェックついてますけども、なんでチェックついてるんやろうか。一回やってない、一回やったのかな。 クリアはしてないですね。なんか途中でやめた記憶がありますけども、まあ、これですね、やっていきます。よし、ラストバトルかな、これは。さあ、行きましょう。喋れるかな。レースしながら喋るって俺なかなかないですからね。やっていきましょう。おお、お団子抜けよう。やっぱ11台もあったらね、確かにお団子になりますからね。ちょ、最速でにいねえ、最速で抜けたいですね、ここは。いや、喋れるか俺、本当に。そんなにこの車は馬力が高くないんですけども、まあ、690ぐらいですかね。まあ、なんですけども、まあ、それなりに、あ、やだ それなりに走れるようなカスタムになってますね。このゲーム、日本人が2人、出てきます。中井さんと諸星さんですかね。ちゃんとさん付けでね、呼ばれます。まあ、実在する人みたいで、まあ、ちょっと僕もちょっと勉強不足で、一体どういった偉大な方が出てるのかっていうのはちょっとよくわからないんですけども、まあ、とても素晴らしい方が出ているというゲームですね。やべ、結構集中するな。まあ、あんまり喋るゲームでもなさそうだし、まあ、レースの風景でも楽しんでくれたらなと思います。後ろ来てますね。結構速い。やっぱハードだけであって、やっぱり速いですよね。ジャンプからのドリフト。よいしょ。こう、なんかいろんな障害物があるんだから、ちょっと見にくいですよね。ある程度コースを覚えてないと、ドリフトもしようにもできないですからね。車。さあ、ここから峠入ってきますね。イニシャル D のいろは坂を思い出すようなコース。僕はあのコース好きなんですよね、イニシャル D のね。ダブルエースがすごい好きだったかな。うい、危ない。一応グリップ寄りにカスタム作ってるんですけども、まあ、一応スプリントレースでも峠走ることがあるんで、まあ、どちらでも対応できるようなカスタムにはしてます。あ、セッティングですね。そういうセッティングにはしてます。車、ああ、それ当たる。ガードレールで跳ねちゃったね、今ね。チェックポイントが104個もあるんですよね。ちょっと。スピードが出しすぎたね、今のは。直線ではなるべくナイトロを使っていきたいですね。自分のナイトロは時間経過で回復していくんで、まあ、使えるときに使った方がいいですね、もちろん。無理やり加速させることによって。待って、コースが見え。そっちか。外国のゲームなのに、こういう峠がすごく攻めれるゲームってなかなかないと思うんですよね。こういう日本車でね。うん、危ない。
タコスカとかね、出てきますからね。やっぱ制作者の方、相当日本好きなんだろうなって思います。まあ、トマはそんなに行ってる間にもう20キロ、22キロ。さっき何キロで発スタートしたんだっけ、忘れた。あー、まずい。そっちか。おー、もう道案内が。見づらいですね、このルートが。ちょっと薄暗いんでね、すごく見づらいかな。ある程度コース走って覚えとかないとっていう感じではありますね。あと挙動が未だになれない。車危ない。車と事故る、真正面で事故るとね、クラッシュして大幅なタイムロスになってしまうんでね、なるべくクラッシュはしていかないように細心の注意を払いながら前を見ていきましょうか。車だね、間通るか。怖えな。わ、集中しちゃうな。やっぱりこんなスピード320キロオーバーで走ってるもんだから、そら神経張り詰めないとすぐクラッシュしちゃうぞこれ。さあ368キロ自分の S2000 の限界速度ですね。370キロぐらい出せるぐらいだったら十分かなと思いますけどね。まあ日本車ですし、フェラーリじゃないんで。いやー綺麗ですよね、背景とか。いやあんまりカメラ動かすとすぐ死んじゃうんで。ほらほらほら、来た来た来た。おっとこんなすぐ減速したらタイヤもう吹き飛ぶぞっていう感じなんですけどね。まあそこはゲームなんで、足からず。右かよ、いしょ。車直角カーブ、車バフーと今こんな感じでね、事故っちゃうんでね。まあ、今はだいぶ距離離してるからいいんですけどね、直線でだいぶ距離離してたから、まあ、まだ1回ぐらい事故っても大丈夫かなと思いましたけど、まあ、事故らない方向で、まあ、クラッシュの演出も見れたんでラッキーか。警察だ。まあ、このゲームもちろんね、街の中走ってるわけですから警察も来るわけなんですけど、まあ俺の S2000 だったらブチ切れるかな。まあ馬力の遅い車だったらちょっと厳しいところはあるんですけども、まあ690ぐらいあれば、690もあればね、絶対ブチ切れるんでね。とまあ話してる間にもう10キロ切りましたね。トラック、やっぱり怖いね怖いですね、接触。さっき事故っただけであって、ブレーキが速かった。縁石開いた。ここね、ここのカーブ苦手なんですよね。何回あそこにぶつかったか。え、今縁石あった。あ、後ろ来てんじゃね。さすがに2回事故ったら、あ、来てねえわ。まあ、トマは真正面からぶつかるとね、すぐクラッシュするんですよね。まあ、逆に言えば、真正面以外に強く当たっても、クラッシュしないということですね。だから、クラッシュしそうになったら、車体をね、横に向けることで、クラッシュ回避、なんてこともできます。でもこういう感じで大都会をこうの夜をね、こう自分が作った車でこう疾走してこう駆け抜けていくっていうこの感じ、まあ車好きね、ドライブ好きの人にはたまらない作品ですね。まあ、いろいろ賛否両論はありますけども、まあ、僕は結構、ね、安い値段で買ったし、まあ、大体3000円ぐらいで、3000円から2500円かぐらいで買ったんで、まあ、その値段にしてはすごくボリュームもあって楽しく遊べてます。危ない。もしね、気になる方がいれば、今ベストヒットコレクションかなんかで、すごく安く
売られてるんでね、まあ、結構前の作品なんですけども、まあ未だにオンラインもちょっと人はぼちぼちいる感じだし、まあ、あの車の好きな人はね、車好きな方にはすごいおすすめの作品ですね。ちょっと挙動だけがちょっと気に食わないところがあるかもしれませんが、それはもう慣れていくしかないですね。このスピード感に慣れてきたら楽しくなってくるんじゃないかな。オンラインとかも楽しそうですからね。あ、タクシー危ない危ねえな、もうほんと。さあ、ということで、まあなんとか2回事故ったがなんとかゴールということで、ご視聴お疲れ様でした。ふーい、いいね、こんぐらいのレースが楽しいね。いや最高だったぜ。さあみんなクラブに戻ろうぜ。はい、ということで、無事クリアできました。それではご視聴お疲れ様でした。また会いましょう。